ローベルト・レーマク、ロベルト・レーマクは、ドイツの動物学、生理学、神経病学者。レマーク、レマクとも書かれる。ドイツ語では、リ・マックと発音される。ベルリンで学び、ヨハネス・ペーター・ミューラーの指導を受けて組織学の研究に従事し、後に、ヨハン・リューカス・シェーン・ラインの助手となり、1859年、ベルリン大学医学部院外教授の資格を得るが、 ユダヤ人差別のため修正正式な講座を持つことができなかった。しかし彼はプロシアでユダヤ教に廃教せずに教授資格を得た最初のユダヤ人である。研究分野は大きく神経繊維の微細構造に関するもの、発生学、神経症の3方面にわたる。細胞分裂説と神経、筋肉の治療に電気を用いる方法を使用したことでは先駆者である。 また、受精卵が分裂増殖するにつれて形成されてくる廃用を、内、中、外の産葉に区別、命名した。このエルンスト・レイマク・エルンスト・ジュリウス・レイモックは、神経病学者。孫のロベルト・レイマクは、数学者。レイモックは、植物の学名で命名者を示す場合に、ロベルト・レイマクを示すのに使われる。ありがとうございます。